さんこんにちは。高等を守る国民連合の会会長の桂木奈美です。新型コロナウイルスの影響で2回延期になっておりました、我が会と作る会東京支部との共催であります新東京塾の延期先の日程がやっと決まりましたのでご報告をさせていただきます。8月2日日曜日の13時20分から16時30分まで、会場はこれまで予定していたところと変わりました。北区立赤羽会館の4階大ホールになります。北区立赤羽会館の4階大ホールになります。で、基調講演を我が会の顧問でもあります馬淵睦夫先生にまず40分ほどしていただきまして、その後不詳桂木がですね30分ほどお話をさせていただき、その後休憩を挟みまして2人の対談&質疑応答コーナーということで設けさせていただく予定です。懇親会も5時から7時で、予定しております。一応まだこういう状況なので確定ではないんですけれども、予約制で30名までと懇親会の方はさせていただく予定です。で、申し込み先なんですが、2人、担当者がおりまして、加藤幸太郎さんの方の電話番号が 090-9244-2096 090-9244-2096 番、もう一方小川洋二さんの電話番号は 090-4397-0908 090-4397-0908 になります。だいぶですね、こう長く延期をしてしまうことになったんですけれども、8月2日日曜日には、新東京塾という形でこの高等を守ることについて、皆さんと共に考えていただけたらと思いますので、ふるってのご参加をお待ちしております。ありがとうございました。